<Hola. S 2> こんにちはメキシコ大使館のポッドキャストメクスハポンにようこそこの番組では私たちの国についてやその歴史今話題の出来事ゆかりのある人物やエピソードなどを紹介しますお楽しみくださいメキシコでは 2021年10月時点24つの州で同性同士の結婚が法律で認められていますこれはメキシコ全体の3分の2の州に及びますこれをもってメキシコは LGBT プラスフレンドリーな国と言えるのでしょうかその現状また司法や行政の取り組みについて高崎経済大学の上村敦先生にお話をいただきます 上村先生は、一橋大学で文化人類学を専攻し、2005年、2011年にかけて、メキシコ北東部のネーブレオン州モンテレイ市で、通算2年にわたって現地調査をされ、現在までメキシコの同性カップルの権利保障や、現代メキシコの正規範を考えるという形で研究を進められています。現在は、 高崎経済大学経済学部などで非常勤講師を務めメキシコの LGBT プラス運動について複数の論文を日本語で発表されていますはいでは本日は高崎経済大学経済学部非常勤講師の上村淳様にお越しいただきました上村先生本日は貴重なお時間をいただきありがとうございますよろしくお願いします よろししくお願いいたしますえ。では早速あの質問に移りますがえまずあの最初に上村先生はこれまであのメキシコへ留学されたりとかえそれから現地での研究調査を行うなどメキシコと非常に深い関わりをお持ちでいらっしゃいますえまずそんな上村先生とメキシコの出会いについてあの教えていただくことはできますかはい質問ありがとうございます。 実を言いますと、私自身は最初からメキシコに興味を持っていたわけではないんですね。大学入学前から関心を持っていたのは、実はアメリカ合衆国との関係を背景に変わってきた日本のあり方の方だったんです。うん、で、実は私の要祖父や父は仕事の関係でアメリカと関わる機会が多くて、アメリカの取引先に踏まわされているという愚痴をたびたび私は耳にしてきたんですね。はい、そのためにアメリカは何だろうかとよく思っていたんです。でそのことがきっかけで、 アメリカの影響で変化する、まあ、とりわけ戦後の日本の環境に興味を持ったのが一番最初です。でただその興味が大学に入って学ぶ中で形を変えたんですね。うん、日本よりももっとアメリカ合衆国から逃れられない国の状況を通して、日本の状況を見つめ直したいと思い始めたんですね、はいで。その時にアメリカから逃れられない影響を日本印象に歴史に受けてきた国として、注目したのがメキシコでした。なるほどで ただ、一般的にはそうした関心を持つ人でしたら、国際的な政治経済とか、メキシコからアメリカへの移民に注目する方が一般的なのかもしれませんが、まあ、私の場合は移民をしないで、自国から旅行以外では出ずに来ている人たちが、どのようにアメリカの影響から受けているのかということに関心があったんですね。そのためにメキシコ国内に残って生活しながら、アメリカ合衆国の影響を色濃く受けている人たちに関心を寄せたわけです。 なるほど、それは非常に面白いですメキシコとなるとやはり,あのやっぱりその移民っていうのが、まあ、特にメキシコとアメリカの関係っていうのは移民っていうことがすごく大きいのでその先生の,その示唆っていうのは非常に興味深いとあの私は思いました。うんはい はい、先生はメキシコにおける男性同性愛のアイデンティティや社会での需要え、そのどのような表現がされているかなどについて文化人類学的アプローチで研究をされていると思います。え先生のご研究についてえ詳しくお話しいただくことは可能ですかはい、先ほどお話ししたような形で私自身はアメリカの影響を受けるメキシコにとりわけ一般の人々の生活感覚に近いところに関しては持っていたんですね。 でその際に最初に注目したのが、実は男性同性愛ではなく、まあ、異性愛者の男らしさの問題だったんですね。うん、で男らしさや性規範の問題っていうのは、実は一般的には社会の集団の内部で決まっているものと考えられ,られがちなんですが、ただ現実には社会の集団の外部との関係性で決まったり変化している面っていうのもあるんですね。ではい、とりわけメキシコの場合には、19世紀の半ばから20世紀の半ばまで、まあ、国民国家を作る過程で、 アメリカ合衆国から自国を守る意識っていうのが高まり、その意識との関係で男らしさが長らく語られてきたって歴史があります。まあうん、歴史学で主に研究されてきているんですけど、まあ、そのように社会の内的要因だけではなく、外部との関係性で変化する男らしさとか、あるいは性規範に対して私は興味を持っていたんですね。で、当初調査に出かけた時には、はい、実は男性同性愛ではなく、異性愛者の男らしさを調査するつもりに行ったんですけど、 なななかかか現地でで面白い事例と出会えなかったんですね、はい、でその際に、指導教官や同じ地域の研究者から、そのテーマで男性同性愛を調べないのはおかしいと強弁されまして、はいで、なんとかゲイコミュニティの調査ができないかと考えて、現地で探していくうちに、今、調査対象としている LGBT プラスのクリスチャーのために、アメリカ合衆国で作られた教会のメキシコ支部というものと出会ったんですね。 でその教会はアメリカ合衆国で LGBT 運動が没効するのとほぼ同時期に創設された、まあ、超教派、まあ、一つの教派にとらわれない教会なんですね。イエスの教えでは同性愛は禁止されていないという立場を取っていますでこの。これはいわばメキシコの伝統的な正規派の元ととなってきたカトリック教会とは真逆の立場に完全にあるわけですね。その教会はアメリカの LGBT 運動の中で生まれた教会ですので、その教会のメキシコでの布教活動を通して、 同性愛に対するメキシコの伝統的な感覚がどう変化していくのか、まあ、あるいはしないということもありえますけど、それを追っていけば合衆国の影響を受けているメキシコの正規犯のあり方の変化、現代的になっているものを考えることができるのではないかと思ったわけですね。で、それゆえに私はその教会の活動を中心に、まあ、例えばどのように布教しているとか、デモ活動でどのように警察と関わっているとかってことを見ながら、メキシコの正規犯というものを考え続けてきたわけです。わかりましたあのー まずこのメキシコで男らしさって聞くと、やはりそのマチスモの国といいますが、そう,すまあそういったものとは関係はあるんですかそうですね、要するにメキシコのマスクニンティスタディーズって、まあ男性学ってアメリカで1970年代から80年代に立ち上がってるんですけど、メキシコの男らしさっていうのも、とりわけ地下のとの関係で、マッチョのイメージがすごく外国から押し付けられた偏見であるっていう運動が立ち上がってるんですね、メキシコ国内も含めて、はい、80年代ぐらいに。で メキシコ国内でも80年代ぐらいに、もうさすがに過去の男らしさの語り口はも無理だろうって方向に変わってきてるんですよ。まあ、ただ、それとは別に暴力の問題とかはもちろん残ってるわけですけど、はい、でそれとの関係で最初考えてたんですよ。はい、先行研究者がいたので。なるほどそれを言って、お白い事例と会えるかなと思ったら全くなく。はい、<laughs> っていうのが、もうそこから一回足を洗おうと思った。まあ、完全に足を洗ってないっていか、枠組みは一緒なので。 ななるるほほど、なるほど。では、次の質問に移ります。えー、メキシコはその司法、法律それから政策、行政の面から言うといわゆる LGBT プラスフレンドリーといえる国であり例えば分かりやすい例とし,してはそのメキシコは合州,州国なり州,がたくさん州でできているんですが、まあ、半数以上の州で、まあ、同性婚っていうのが法的に認められています。 中でも毎年6月に行われるプライドパレードっていうのは1979年にラテンアメリカ諸国初のパレードがメキシコシティで開催されてからというものを毎年何十万人もの人出を動員する一大イベントとなっています。 え先生はこのパレード、特にメキシコ北東部ですね、東北部の東の方の3つの州の事例について、最近、研究をされているそうですが、そちらについてお話いいただけますかはい、メキシコ北東部っていうのは、実はメキシコの南部に次いで、国内では同性婚反対派の多い地域になっているんですね。うん、例えばメキシコの政府機関であるコナプレット国家人権差別予防委員会があせ2017年に行った全国調査では、 国全体での同性婚賛成派が57%に対して、北東部は48から58%と、平均より低くなってるんですね。はい、まあそれでも南部よりは高いんですけど。ということで、このことからも想像がつくでしょうけど、うん、北東部っていうのは、メキシコの国内では LGBT プラスフレンドリーな地域とは、到底言い難いところなんですね。うん、そのため、北東部でのプライドパレードっていうのも始まったのが非常に遅くなってるんですね、比較的。 えー、北東部には、ねまあ、ご紹介いただいたように、ヌーボレオン州、コアウイラ州、タマウリパ州の3つあるんですけど、まあ、この中で最大都市になっているのがヌーボレオン州モンテレシ市です、私が調査していたところです。でモンテレシ市の大都市圏というのは、現在メキシコ市に次ぐ国内第2の人口規模を誇る都市圏になっていて、歴史的にもアメ,、はい、アメリカの影響がかなり強いところなんですね。ところが国内、はい ユースの大都市を比較して比べた場合に、メキシコシティでプライドパレードが始まったのは1979年、モンテレーは2001年と21隻に入ってからなんですね。だいぶ遅れてますね。はいで,まあ、でも、メキシコの国内で他の州とかでも始まっプライドパレードが始まるのは21隻に入ってからなので、まあ、そういう意味では遅いチームの中で一番早いんですけど、それでもまあ国内3番手とはいえ、まあ だいぶ遅れてるわけですでも、モンテレーでは今でもプライドパレードが続いているので、それなりに力を持っているとは言えます。他方で同性カップの権利保障については、ネオボレオン州は2019年になってからやっと同性婚を認めたぐらいで、まあ、かなり保守的で LGBT プラスの権利保障に対して腰の重い州なんですね。まあうん、いわばネオボレオン州というのは運動自体の展開は早かったけれども、権利保障が遅かった、そしてパレードも始まるのが遅かった場所なんですね。でうん これに対して、まあ、隣のコ,コアギュラ州というところは、実は同性カップルの権利保障についてメキシコ国内有数の先進州になってきたところです。えー、メキシコシティとほぼ同時期に最初の、えー、同性カップルを守る法律というのを立ち上げて、実際、一番最初に法で守られたカップルを生み出したのがコアギリラ州になっていますで。なんでコアギュラ州でそんなことができたかというと、はい、実は人権派のカトリックの被災地が、 州とされているようで、1999年から2020年まで司教を務めてらしたんですね。はい、まあそれ以外の要因もいろいろあるんですけど、それ以外のことがさまざまに重なる形で、2007年にメキシコシティとほぼ同時期に同性カップの権利保障が国内最初に始まるということが起こったわけです。で、またその後に人権派の方が今、国会議員でいらっしゃいますけど、州知事に就任されたんですね、いろいろあってそのこともあって。はい 正式な同性婚の認可も国内でかなり早かったところなんですね。で、はい、この話だけ聞くと、LGBT 運動が盛んで、活動家による権利保障はもう強かった州だと思われるかもしれません。でもそう,で、ね、そうじゃないですね。その一例となるのがパレードの開始時期で、コアイラ州で最初のパレードが始まったのは、実は2008年、同性カップルの保護の保障がされた後なんですね。うねそれことを考えると、まあ、パレードってて一般的には権利保障されてないな状態で 自分たちの LGBT プラスの人たちが自分たちの状況改善を求めて声を上げるものなんですけど、コアイア州の場合はかなり例外的で、権利保障が始まってからパレードが始まるという、かなり例外的な展開をたどった州になっているんですね。で、最後のタマウパス州ですが、これが北東部の中で最も保守的な州です。アメリカ合衆国との結びつきが実は非常に強くて、昔から貿易も盛んで、意気も盛んで、情報も入っているんですけど、まあ、LGBT の運動の展開というのは非常に遅れていて、 州内で最初にパレードが始まったのは2012年とメキシコ全州の中では最も遅いんですね、アメリカの,の国境にあるにもかかわらずで。さらには、同性婚に関しましても、実は2018年に、まあ後でお話し,しますが、最高司法裁判所から同性婚を認めろという指示を出されていて、まあ、その指示を受けてるんですけど、まあ、それも一定期間の間、まあ、に。 州の憲法を改正しなきゃいけないんですけど、それがもう2年ぐらい滞ってまして、いまだに導入されていないっていう状況なんですね。お、ま、そ、あ、らくここは推測するに、まあ、地域的に、ま、麻薬紛争とか、そういったものがいろいろ絡んでると思うんですけど、うんまあ、いずれにしてもかなり遅れているとこになってるわけです。で、このように北東部3州っていうのは、同性婚賛成派がすごくすべて低いっていう意味では共通してるにもかかわらず、 パレードについても同性カップルへの権利保障についても全く異なる展開をたどっていってメキシコにおける LGBT プラスの権利保障というものをが州ごとに違うわけですけどそれを考える上ですごく参考になる興味深い比較対象になる地域になっているわけです。はい、いありがとうございます。 というように、まあ、先生のあのお話にあったように、そのメキシコっていうのは LGBT プラスフレンドリー d l y とまあ言える国家としてまあ国ですが、先ほどその北東部の3州だけを取り出してみても、まあ、そのいろいろな違いがあったりとか、つまりその全ての州で同性婚が可能ではなかったり、えー、まだまだその権利保障が遅れていたり、まあ、差別的な言動や攻撃にさらされる LGBT プラスコミュニティがいるなど、まあ、その権利の方を保障については、まだまだ 国ととしても課題があると思いますで状況の,この改善に向けてメキシコで起こっている、ま、市民でも行政レベルの動きでも上村先生が注目しているものというのはありますか、はいまあ、中でも注目しているのはやはりメキシコの最高司法裁判所というのが大きく姿勢を転換したということですで。メキシコの最高司法裁判所は、まあ、2010年にメキシコ自治区が同性婚を導入したわけですがそれに対して 最高裁判判所の判決を求められたんですねでその際に LGBT プラスメキシコシティの同性婚っていうのが全種で有効であるっていう判決を出すんですけどそのことから突然 LGBT プラスの人権っていうものを意識した判決っていうのをずっと出し続けてるんですね特にアンパロって呼ばれるもともと植民地時代からメキシコ合衆国憲法に規定されていた人権救済のための司法手続きっていうのがあるんですがそれが2013年に メキシコの国会で新アンパロ法でアンパロって形で出されて、人権救済の手続きっていうのが随分変わったようなんですね。うん、で、こ、はい、れに関しては現在詳しいところは調査中なので、内容自体をお話しすることはできないんですが、それを使って、またそれに触発される形で最高裁判所っていうのが、LGBT のプラスの人権っていうのに関して、果たす役割っていうのは大きくなってるんです。うん、で、中でも大きかったのが、同性婚の認可をめぐる議論で、 でメキシコは憲法の規定で州ごとに婚姻規定が違うことが前提とされていて、はい、まあそのままでいいという立場を最高司法裁判所は取っていたんですね。でそのために2010年にメキシコシティだけが同性婚を認可した際には、その効力が他の州に及ぶのか否かというのが最高司法裁判、司法裁の裁判の判断で問われたんですね。でその時に出た判決というのが、まあ、メキシコシティの同性婚の婚姻事実は憲法に照らして他州でも有効であると。ただ、その 各カップに対する権利保障の仕方は、各州ごとの制度が違うから、今すぐは変更は求めないという立場を取ったんですね。うん、ですねただ、一般論として、メキシコ人の同性婚の効力は認めなければならないという立場を取ったんです。で、このあたりから変わっていくんですね。はい、で、うん、そうした LGBT プラスの権利保障を擁護する姿勢というのは、まあ、2011年に憲法で性的指向、まあ考、思っというのは、たしなむ、好きって書く方で、英語のセクシャルプレファレンスの方ですが、 というものを憲法1条の差別禁止条項の一つの要素として放り込んだんですね、国会が。まあ、これが一つ大きかったと思うんですけど、でそれに加えて2013年に新アンパラ法というのが導入されると、最高司法裁の LGBT プラスに対する権利の擁護姿勢というのが一層攻めになったんですね。特に新アンパル法の導入を契機として、<laughs> 各種の同性カップの中で、 メキシコシティの同性婚を使って結婚した人たちが自分たちの州でもその権利を、まあ、例えば社会保障とか権利を認めてくれって動きを起こし始めるんですね。で、うん、それでアンパドってい制度を使って、まあ、その場合はカップル、個人か個々のカップルで提訴しているわけですが自分たちの婚姻の権利を自分たちの州に認めさせろっていう権利裁判を最高支配者裁判所に起こしていくんですね。で、これがことごとく認められていくんですよ。 ただ、この段階ではまだ個々のカップルに対してメキシコティの同性婚の効力を認めるって判断をしてたんですけど、これがこの流れの中で各州の LGBT 運動の活動家たちが、うちの州でも同性婚を認めるように、州憲法を改正しろ、そうじゃないのは違憲であるっていう訴え最高司法裁判所に起こし始めるんですよで。これが認められ始めまして、つまり複数のさまざまな州で、まあ、全部じゃないですけど、いくつかですけど、 同性婚同入を渋ってた州が最高支裁判所の判決で違憲だと言われて最高裁判所の力で同性婚を州の憲法とか民法に放り込んでいくということが行われてたんですね。で、この一連の変化っていうのがやはりメキシコにおける LGBT プラスの権利保障っていうのを考えたときには一番大きな要因になっていてもちろん LGBT 運動本体とか、まあ、LGBT を擁護する政治家っていうのも一部いるわけですが、まあ、それは実はそこまで大きな力を持ってたから進んだわけではなくて、その人たちもいたからってなあるんですけど、それに対する決定だと何言えたのは、実はこの最高司法裁判所の判断で、このことっていうのはやっぱり現在注目されてないんですけど、少し重く見える必要があると思っていて、私はここ1年ぐらいで、まあ、今調査、詳しいことは調査中なので、論文にするつもりでいますありがとうございます。 今あの、やはりこの我々聞いていてあのメキシコの政治体制というかその構造についてご存知の方も多いと思うんですけどあの合衆国で連邦制なのでやはりちょっと日本人がイメージしているのと。 ちょっと違うんですよね。が、うん、メキシコやはり州ごとに違っていうことで、まあ、それをその、まあ、ある意味こう、牛耳るというか、その一番上でさらに権力を持つ、先生が先ほど何回も言っていただいた、まあ、最高司法裁判所の圧倒的なそのイニシアティブというか、まあ、権力のもとに、こう、ぐいぐいと,、えー、と話が進んでいった感じですね。うんで どうも、メキシコの場合は、まあ、この辺調べ、詳しくし今調べているところですけど、1990年代の後半から、まあ、ごく単純に言うと NAFTA ですね、北米人防協定の影響で、はい、どうも人権というのを強く意識し始めて、でその上で人権、人権と言われていく中で、まあ、ちょうど HIV の問題が1996年に高 HIV、こう H まあ、多剤併用療法というのができて、余裕ができてくる。で、1997年にレズピアンの活、うん、抗原している人が、 議員としてすするんですね、はい、でこの辺りで要するに状況が変わってきて LGBT を人権と見直そうっていう動きが議会の中で動き始めるんですよ。でそれが形を変えてって最初に結実したっていうのがやっぱり2007年でそれもやっぱりエジレズピアンであることを構えるとした方がメキシコ市議会の議員になってそこで動,かし動いていった結果がさいあの同居社会法だったんですね。 でそれと裏で同時に国会でもその動きを受けて、動いてて、まあ、その妥協案としてなんとか出ていったのが2011年の憲法一条の改正で、えただ、その改正とか、あるいは司法制度改革で、おそらく最高司法裁判所の力っていうのが、まあ、論文あるんですけど、20世紀の後半だから、1990年代の頃から高まってるんですよ。はい でそれにどうも最高司法裁判所がはっちゃけてる感じなんですよね。自分 <laughs> たちの力が高まったから示してやれみたいなところがどうもあるんですよ。のっていうのが乗っちゃった感じなんですよね。はい、っていうのは見ててやっぱりわかるんですけど、うん、メキシコシティの一部人権意識の強い人たちのおかげでそれがエリート層とか司法裁判所にいたっていうのが、うん、やっぱり日本と決定的に違うところなんだろうなっていのは思いますし。 あとはフランスの影響がメキシコ強いじゃないですか。フランスかスペインで起こった同性婚認可の動きっていうのがやっぱりダイレクトにどうも言ってる節があって、はい、だからその辺があったからこそ実は日本よりもはるかに同性愛者差別が露骨なたったメキシコでとっとと進んだっていう。そう <laughs> 一見矛盾して、なんかこう意外な、そうなんですよね、同性愛について、やはりそんなに意識として進んでないだろうなっていう印象は受けるものの、しかしながら国としてはあの進んでいるという、この上とまあ上部と下部の構造の差っていうのが結構、如実に表れていると思います、うんまあ、フランスの影響だ、やっぱりラテンアメリカの研究者と喋ってても思いますけど、アメリカ思想よりもやっぱりフランス経営の思想の方が好きですよね。 68年代、68年の学生運動の影響ってもやっぱりあるんでしょうけど、やっぱり一番決定的に大体アメリカと日本で何が違うかって、68年の学生運動が潰された国と、それが要するに、軍政を経て市民社会運動っていうのが重要であるっていう意識が残っていて、ね、弾圧に対して抵抗するっていう意識が強い国で、全然違うってことを改めて国にしているんですね。でそれが一個まず決定的に違うのとあとあは 憲法の制度が全然違いすぎる要するに、日本は公正憲法って呼ばれてて、手続き変えるのがめんどくさいじゃないですか、うん、よくも悪くも。まあ、メキシコの場合は、もう日本の憲法はどちらかというと義務だ義務だって書いてあるんだけど、うん、メキシコの憲法は国民に対して何々しますって保障の意識が強い。だから社会契約の意識が非常に強い。えー、それはもう全然違うでしょ。まあ、憲法の制度が根本的に違うっていうのと、 国民と国家の関係が全然意識として議員の方が違うっていうのが大きいんだろうなっていうのは半分ってす、ね。面白い。面白いです。ありがとうございます。で、先ほどから何とか、その日本についての言及をいただいていますが。えー、日本がそのセクシュアリティやジェンダーの多様性を。重視する寛容な社会にこれから、まあ、もっとなっていくために。メキシコからどのようなヒントを考えというのが得られると思いますか。 それはなかなか答えるのが難しいんですけど、それはなぜかというと、社会状況や文化的背景も異なるので、簡単にメキシコの事例から直接的なヒントを得るっていうのはやっぱり難しいと思います。うん、ただし、メキシコにおける同性カップへの権利保障の展開を見ていると言えることはあります。それは、まあ、日本の保守派の人たちはとりわけそう言うんですけど、国民の多数派を形成して、同意を得て立法でやるって言うんですけど、メキシコにおける同性カップへの権利保障って、実は <laughs>、 多数派形成成ししないででで、立しちゃってるんですね、うん、でそれはどういうことかっていうと一部の政治家の意識が変わって日法府の議論を経て同性婚が入荷されるとかあるいはい政治家自体が変わってなくて最高司法裁判所の,の,その命令で変わるってことが起こってるんですね。で それが、まあ、ある意味可能になっているのはメキシコが州ごとに、まあ、連邦制で州ごとに婚姻規定が違っていて規定を持っている国だからで、まあ、これが同じ合衆国でもアルゼンジンとブラジルとは多少状況が違っていて、うん、連邦制っていうのはかなり重視している国なんですね、はい、合衆国の中でもっていうところがやっぱり大きくてそれに比べると地方自治体ごとに独自の婚姻規定を持たない日本では、まあ、せいぜいやっぱりカップル 登録パートナーシップ制度と呼ばれているやつを作るくらいしかできないんだろうなとは思います。うん、で、さらにはまあ現状を最高司法裁との関係で言うと、うん、夫婦別姓とか LGBT 理解促進法ってものが国会で議論されてますが、やっぱりなかなか簡単に日本では行かないだろうし、メ、はい、キシコとそういう制度的な違いがあるので、同じような手続きを完全に取ることはいかないんだろうなとは思うんですね。うん、ただ、じゃあ全く何もヒントにならないかというと、そうでもなくて、例えば。 メキシコが示してくれているのは、国民の多数派や議員の多数派がセクシュアリティやジェンダーの多様性に対する価値観を身につけた上で、同性カップルの権利保障がなされるというのが、まあ、一般的に想像される展開だと思うんですけど、はい、その順序である必要は多分ないってことなんですね。うん、で、メキシコのように最高司法裁判所の判断によってであれ、あるいは多分日本がそうなってくると思うんですけど、セクシュアリティやジェンダーの対策に対して積極的な外国の外圧によってであれ、その 影響でもいいから、できる範囲で制度を変えて、その後でまで、あ、全部を全部いきなり変えるのは無理だと思うので、まあ、メキシコだってそういうプロセスを経てますから、登録パートナーシップ制度をやって、同性婚っていう、まあ、それの後で国民の意識を変えていくってことが、やり方としては一般に考えられているのと違って、むしろそちらの方が現実的なんだろうなと思うわけです。まあ、ただそそれれれはなかなかかか難しいかもしいももませんんが、まあ、もちろんそれと同時に 多様性教育や登録パートナーシップ制度っていうのをある自治体を増やしていって理解のある人を自動に増やしていくしかないとは思いますただそれはやっぱり世代を超えないと難しくて10年20年の差業になると思うしメキシコだってもう認める人が出始めて1980年代ぐらいから徐々に増えてい今のまだ50%ぐらいですから同性婚認可が賛成、はい、なんだ。まあ時間かかると思うんですけど まあメキシコでもそういうふうに時間かかっているってことを考えると、日本でも時間かかると思うんですが、それも徐々に徐々にやっていくしかないのかなと、ただ戦略的にはメキシコのやりで起こったことっいうのは、一つの参考になると思うので、参考になるところを生かしていってもらえればなと思います。はい ありがとううございますそうですそでねもちろん先ほど先生が一番最初にあのおっしゃっていたようにですね、まあ、文化的背景や社会の構造それからまあ法的司法の仕組みなんていうのは全然メキシコと日本では違うので、まあ、完全にその全く同じやり方が日本で通用できるかっていうのはまた別件なんですが、まあ、大きなその枠組みというか、ね、そのメキシコが取った戦略っていうのは日本の参考になることが大いにあるということであの非常に貴重なお話をいただきました。あ,のありがとうございます でここからは少しですねちょっとあの思考をあの変えましてあの一問一答のコーナーということをすべての,あのゲストの方にさせていただいております。日本の方でこの今エピソードを聞いていただいている方で、まあ、メキシコについて先生がおすすめしたいものやことがあれば一つあの教えてくださいはい。 今日の話との関係で言えば、ノーベル文学賞作家であるオクタビエ・パスが1950年に書いたメキシコ国民性批判の議論、孤独の迷宮ですねで日本の国民。日本もまた国民性論というのが好きな国なんですが、メキシコも負けず劣らず、さまざまな国民性論がずっと出されてきている国なんですよ。うん、でそうした議論の中でも古典的名著になっているのが孤独の迷宮ですで。そしてその本の中に、はい、アメリカ合衆国とメキシコの関係というのがどれくらい大きなものであるかとか、あるいはその まあそれも含めてメキシコの男らしさとか男性同性愛っていうの関係を触れられてるんですね。でそうしたものっていうのが実は私の研究の原動力になってるんですよ。でそういう意味で私の原体験になってる本なのですしメキシコの文化論として古典的名著なのでぜひ皆さんに日本の国民性論と比較しながら読んでほしいかなと思います。 はい、いありがとうございます。これはもう日本語でももちろん読める本なので、ぜひ皆さん、の機会があったらお読みくださいということですね。はい、では本日はそのメキシコのまさに LGBT プラスコミュニティの権利保障、そういったあの内容を、まあ、日本語でなかなかこういったテーマを聞ける機会というのはめったにないので、え今回、上村様にこのようなあのお話をあの聞かせていただいたことというのは非常に意義深いあの機会となりまましした。た。誠にあありりががととううごござざいいました。 この番組をお聴きの皆様、長いお時間お付き合いくださりありがとうございます。今後もメキシコと日本の関係というテーマで、スペイン語と日本語で幅広く取り上げていく予定です。この番組を気に入っていただけましたら、お友達やご家族にもぜひシェアしてください。またコメント、ご質問、アドバイスなど受け付けておりますので、メキシコ大使館のメールアドレス info.jpn.sre.gov.mx までお寄せくださいまたメキシコ大使館の SNS もフォローしていただけると嬉しいですそれではまたアスタプロント